皆さん、食べるだけで若さを維持できる食べ物があるというのをご存知でしょうか。はじめまして、私ドクターハッシーといって内科医をやっているんですが、食べるだけで若さを維持できたら嬉しいなって思いませんか。そこで今回はですね、5つ食べ物ご用意いたしました。まあ、僕が用意したわけじゃないですけれども、5つ若さを維持できるんじゃないかなっていうのをね、準備してまいりました。もう台本めちゃくちゃ長く準備してあります。ただね、これがいいよっていうのだけだと面白くないんでね、皆さんには楽しく正しく健康になっていただきたいと、そういう気持ちで動画を撮っておりますので、これがなんで体にいいのかっていう話をね、人間の体医学ですね、勉強していただきながらお話ししたいと思います。ちょっとね、テレビ感覚とかでね、聞いてもらえると嬉しいです。そしてね、今日の話は めちゃくちゃすごいです。1,2,3,4,5、これもう聞き終えた時にはですね、もうめちゃくちゃもうバーンってもうこうドーンって言って、もうこうわーっていう、もうなんか富士急ハイランドみたいな、なんかそういう感じになってると思いますし、それだと落ちてるか。特に最後のやつめちゃくちゃすごいです。そしてね、最後のだけじゃなくて、こっちもね、最後にね、またね、大切な話もさせていただきたいと思いますんで、最後何個あんだってね、皆さんいろんなコメント書きながら、ツッコミ入れながらね、楽しく見てもらえたら嬉しいなと思います。それでは早速行ってみましょう。食べるだけで若さを維持できる食べ物、1つ目、納豆。はい、1つ目は納豆でございますね。ちょっと書いていきましょう。はい、納豆でございますね。ちなみにですね、僕の動画ではですね、これブワーってこう書いたりしません。ちゃんと全部書いたりとかしません。なんでかというと、僕が大嫌いだった尊敬している先生がいるんですけど、その先生がですね、後でお前たちこれだけパシャって見りゃいいだろうみたいな感じで、それ許さねえぞと、俺の最後に話したい話をちゃんと聞いてほしいから、後で思い出す勉強の練習にもなるからと、そういうことでね、1文字ずつやってた、あのいやーみたらしい大嫌いな先生をね、真似してやっていきたいと思います。気づけばミイラ取りがミイラになる、そういうね、動画でございますね。しかもですね、今日の話めちゃくちゃすごいです。ちょっと僕休止期間があって、それから再開してやってるんですけど、これね、その休止期間何やってたかっていうと、ちょっといろんなね、会社さんとね、あのやり取りをしててですね、実はすごいですよ。皆さんこれちょっと見えますか。これほら、角川さんって書いてあるじゃないですか。角川さんからですね、僕角川さんからこの本出させてもらったじゃないですか。その時にちょっとですね、その休止期間の間に角川さんと、僕本出させていただいてありがとうございますと、それだけじゃなくて、すいません、もしよければなんですけど、他の本でもすごくいい本たくさんあるので紹介させてくれませんかという交渉をしたらですね、なんと角川さん特別に許可をいただいてですね、僕のこのチャンネル、ドクターハッシーチャンネルではですね、本をどん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 紹介することができるようになりました。こんなことあるんですね、言うんですね、言ってみるもんですね。角川さんのね、偉い人にですね、 OK もらったので、僕ね、この動画の中でね、バンバン本の話していきますから、その中で、あ、この本もっと読んでみたいなって思う本があったら買ってくれれば OK です。動画でも勉強になるし、本でも復習になるし、もうめちゃくちゃすごいですね。そんなチャンネルを目指していきたいと思います。さあさあ行きますよ。で、今日の本はですね、なんとこれですね。この本からちょっと引用させてもらってます。50歳からの若返る食べ方ということで、まあ若さ維持できるよっていう食べ物ですね。僕の今回の動画のちょっと引用という形でね、使わせていただきたいと思います。ちなみにですね、はい、イケメンですね、藤田先生でございます。めちゃくちゃすごい先生ですよ。ちなみに勉強するときはですね、本を書いてる先生がどういう先生なのか、まあいわゆるソースとかっていう、やつだったりとか、その先生の裏側だったりとか、どういう思考回路なんじゃないかなとか、どういう考え方なんじゃないかなとか、どっち寄りの考え方なんじゃないかなとか、そういうのをですね、考えながら本って読むとすごく勉強になったりするんで、僕も年間で300冊ぐらい本読むんですけど、めちゃくちゃ読みやすくなるんで、プロフィール確認するようにしてください。ちなみにこの動画はですね、案件じゃございません。僕がこの先生いいなと思ったんで、読ませていただいてだけです。ちょっと読みますよ。藤田先生、1939年中国の旧満州生まれ、東京医科歯科大学医学部卒。あ、先に言っときます、医科歯科はですね、天才です。ありがとうございます。東京大学医学系大学院修了、医学博士ということで、もう大先生でございますね。めちゃくちゃすごい。専門は寄生虫学、熱帯医学、感染症免疫学ということで、ちょっと先生の名前調べてみるとですね、昔からすっごく有名な、お腹の中にサナダムシっていう寄生虫飼ってたようなね、健康にいいから共存しようとダイエットにもなりますよみたいな、お腹の調子良くなっちゃいますよみたいなね、すごい破天荒な先生なんですけど、僕が今こういう風に動画で撮ってるのをずっと前から本何十冊も書いて、いろんな人に健康教育をやってた先生なんで、僕にとってはすっごいすごい偉い大先生です。腸内細菌と食事との関係についての研究をライフワークとし、ということなので、先生は食事に長けた先生です。食事と腸内環境ですね、お腹、まあ内科的なところですね、あとは寄生虫だったりとか細菌とか、そういうのをバックグラウンドに持ってるような先生なんだなっていうのを頭の中に入れた上でね、この本を読んだりとか、僕の話を聞いていただいたりとかしてくれると嬉しいです。敬意を込めてね、あだ名もつけておきましょう。あだ名なんだろうな、フージー先生ね。もうほんとフージーすごい先生だわ。さてさて、じゃあ本題に戻りましょう。僕の動画はいろんな話しますから、よろしくお願いします。医学の話以外に勉強の仕方の話だったりとか、いろんな話していきますんでね、もうほんとテレビ感覚で楽しく聞いてください。で、こういう風に1文字ずつ書くんですけど、コメント欄にですね、バン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 アウトプットしてもらって大丈夫です。ただ後から見る人、夜勤明けとかにね、楽しみにしてて見る人がいるので、ネタバレだけはね、ご勘弁いただければと思います。もうどん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 アウトプットして、こうなのかな、ああなのかなとか、質問が思いついたらバンバン書くとかね、どんどん書いてもらって大丈夫なんでね、どんどんよろしくお願いしますね。では早速、納豆
がなぜ老化の防止になるのか、まあそういう話していきましょう。ちなみに今日はですね、もうめちゃくちゃ話すつもりでいるんでね、ホワイトボードも大量に用意してありますからね、皆さん楽しみにしてくださいね。なんかちょっと絵描くの久々なんで、なんかちょっと心配ですけども、あれから私は成長しているのか。お、すげえ、めっちゃうまく描けたんじゃね。すげえ、結構うまく描けた。はい、まずこれが人間であることを認めていただいてですね、そこから話が始まります。人間の体はどういう風になってるかというとですね、口からまず飯を食いますね。鼻から食べちゃいけないですよ、口から食べましょう。で、ここなんていうか皆さんご存知ですか。はい、ありがとうございます。ここ食道って言うんですね。そしてさらにこうやっていくと何があるかっていうと、はい、いいですね、いいです。はい、で、その後どこに行くかっていうと、はい、ご存知の方いますね、腸というんですね。小腸とか大腸とか、まあこういうふうにいやって言って、最後ちょっとぶち切れちゃったんですけど、まあこの後に肛門というところでボンとこうなんかドーンってね、出るわけなんでございますが、今日のお話の主題はなんとですね、ぐちゃぐちゃな部分のところの話をするわけですね。ここ丁寧に書かなきゃいけませんね。ちょっともう一回書き直したいと思います。なんて自由なんだ、やべえなこれ。はい、もうもはや何の絵かっていう感じになっておりますが、ご飯ぐわーって上から食いましたよね。で、こういう風に入ると今度ここのところですね、この大腸っていう部分にこうやって通るわけですね。よこしょよこしょってこうやって便が通ってですね、便になっていくわけですね。どん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 食い物が、そして S 状結腸とか直腸とか通って、これ肛門でボーンとこういう風に出てくよと、こういう風になっていくわけですよ。さて、食ったものを皆さんどうでしょうか。そのままボーンとか出てきたことってありますか。なんか例えばケーキ食べたらケーキ出てきたとか、何やってんのって感じになっちゃいますよね。これお腹の中とか体の中入った時にですね、何が行われているのかと言いますと、はい、そうですね、分解とか吸収とかが行われてるわけですね。例えばですよ、ケーキが口の中に入ったらまず噛みまくってぐちゃぐちゃにしますよね。でごっくんって飲み込んで、そしたら胃の中で胃酸とこういう風に混ざったりしてですね、その後にさらに腸管入ってこうやってダダダダって、その中でバラバラに、さらにバラバラにバラ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 って、それで最後にあ、いらねえの買っためよって言って固めてですね、どっこいしょボーンって出すわけなんですが、この時に超ポイントがあります。腸に超ポイントがあるわけですよ。どんなポイントがあるかっていうと、ちょっとたまたまですけど、この緑のブツブツ、これ何だと思いますか。そうなんですね、お腹の中には実は菌がいるわけなんですね。この菌どれくらいいるか皆さんご存知でしょうか。はい、びっくりしますよ。これ菌が実は100兆個いるわけなんですね。100兆個ですよ。もうなんかどっかの予算かってくらいすごい話ですよね。この100兆個種類があるんですね。いろんな種類があります。すごい、その種類もですね、1000種類ぐらいあると言われているわけですね。そしてその菌たちのことを何というかと言いますと、はい、知ってる方は素晴らしいですね。ちょっと難しい漢字書くので、ちょっとホワイトボードに書いてみましょう。はい、こういう漢字書くんですね。これなんて読むかっていうと、腸内細菌層って読むんですね。なかなか難しいですね。ちなみに僕が医学部にいた時にはですね、僕の同級生がですね、この層を読めなくて、なんて言ったと思います。ゴーって言ったんですね。なんか言いたくなる気持ちもわかるんですけど、腸内細菌ゴーって言ったらなんかどっか行っちゃうみたいな感じになっちゃうじゃないですか。だからちょっとそれは間違っててですね、実は腸内細菌層って言ったりするわけですね。まあこれ書けなくても大丈夫です。僕も今ちょっとカンニングしながら書きました。そしてこれちょっと言い方を変えると、はい、腸内フローラとかって言ったりしますね。よくインターネットとかで記事があったりとか、メディアさんがこう出してたりとかするじゃないですか。そういう時に腸内細菌層って言うと言葉が通じなくなっちゃったりとかするので、フローラの方がなんか分かりやすい感じするじゃないですか。なので腸内フローラっていう言葉をよく使われることもあります。僕の動画はですね、専門用語もバン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 覚えててもらいたいですし、医学の言葉にどんどん慣れてってもらうことで、医療とか医学のリテラシーも上げてもらえるように、まあそういう風に言葉の解説ちょっとね、くどいこともあるかもしれないんですけど、説明していきますんで、皆さんにはね、新しい言葉学んだなと思ってもらえるようにね、プラスになってもらえるように話していきますんで、吸収してってもらえればと思います。さてさて皆さん、ちょっとここで面白い話をしたいと思います。このお腹の中の菌、どっから来たと思いますか。はい、ありがとうございます。これおそらく、いやご飯とか食べ物からじゃないって思うじゃないですか。じゃあですよ、じゃあですよ、お母さんのお腹の中にいた時、自分が赤ちゃんベイビーだった時ですよ、自分がベイビーだった時、どっから菌入ってきてたと思います。ちょっとどう、あれあれみたいな感じになりません。まあこういうのが医学の面白さだったりするんですけど、実はですね、お腹からこう出てきた時に、お母さんにあ可愛いねチュッチュッとかされたりとかですね、おっぱいこうやってあげたりとかですね、ご飯をこうやってあげたりとかした時に、初めてこうやってお腹の中に菌が入っていくわけですよ。でその菌が徐々に増殖していって、1000種類だったり100兆個だったりする、こういう風に菌がどんどん育っていくというわけなんですね。ちょっと医学って面白いですよね。あれ赤ちゃんの時にみたいな風に考えたりとかすると、おおみたいな感じになりますよね。ってことはですよ、ってことはこれ食べ物で菌が変わるんじゃないかと、そういう話になっていくわけですね。ちょっと面白くないですか。これが理論とか理屈ってやつですね。さあ、納豆を食べるとお腹の中にどんな菌が増殖するのか、ワクワクしてきますよね。さあ、その話の前にですね、腸内細菌には3つの種類に分けられます。1000種類とか1個ずつ覚えてたらもう全部が面白くなくなっちゃうので、もう超わかりやすく3つです。さあ皆さんご存知ですか。
ありがとうございます。知ってる人もいるかもしれませんね。僕の動画では初めて話しますね。悪玉菌っていうやつですね。はい、悪玉菌、なんか悪そうなやつじゃないですか。その通りです、悪いやつです。もう一つあります。もう一つ、なんかいいやつそうな感じしませんか。ちょっと文字だけは歪んでいるけれども、あんま気にしない。そして3つ目はね、知らなくても大丈夫です。日和見菌っていうんですね。悪玉菌、善玉菌、日和見菌と。で、日和見っていう言葉、いろんなところで使われるのでちょっと覚えておいてもらいたいんですけど、日和見っていつもなんか見るよねみたいな、だからよくいるやつらだよねみたいな、なんかそういうイメージで覚えておいてもらえれば OK です。よく日和見感染とかそういう言葉でもよく使われるんで応用よく聞きます。日和見、わかんない言葉があったら分解してみてください。なんか毎日、よく見るよねみたいな、そういうニュアンスです。もっと正しい言葉は誰かが多分コメント欄に書いてくれるはず。日和見はそういうイメージです。なので、これが 60-70% とかすごいパーセンテージなんですけど、この ① ② の方がこの話に大切なので、こっちはちょっと忘れてみましょう。悪玉菌、善玉菌ですね。さて、この悪玉菌、めちゃくちゃ悪いやつです。こいつ何してくれるか。はい、そうなんですね。これ食中毒の原因になったりする悪いやつらなんですね。あとは発がん性を持つような、腐敗産物も出したりとかですね。こいつ結構悪いやつなんですよ。菌っていうのは生き物です。生き物なので、こいつらも何か食べます。で、何か食べたらボンって出します。菌にとっては食べたら何を出すかっていうと、ガスをよく出します。なので、悪玉菌が好きな食べ物を食べたらですね、バンとこう臭いものを出します。なるほど、それが、そうなんですよ、おならだったりするわけですね。なので、例えば、あ、なんか最近おなら臭いなと思ったら、誰が多いのかっていうと、はい、すみません、これ悪玉菌が多かったりするわけなんですね。なので、この体のお腹の調子の状態、よく分かるようになるためには、おならも嗅がなきゃいけない。恐ろしいチャンネルですね、このチャンネル。これ覚えとくとですね、あ、最近ちょっとお腹の調子良くないかもなとか、あ、これはっていう風に気づくことができるので、おならって実はすごく大切な指標だったりするんですね。皆さん覚えておいてください。悪玉菌が多かったらおなら臭くなります。そして恐ろしいことに、この悪玉菌っていうのはお腹の中にすごく多ければ多いほど、いろんな悪い病気に関係してきます。例えば糖尿病だったり、肥満だったり、大腸がんだったり、動脈硬化だったり、炎症性腸疾患なんてものにもですね、密接な関係があると言われています。そしてさらに、悪玉菌を増やしてしまう条件っていうのが、今回の動画ではそんなに細かく言わないんですけど、不規則な生活だったり、ストレスだったり、もしくは便秘だったりとか、こういうのでもですね、この悪玉菌っていうのは増えるんだなという話になります。あ、よく便秘がちだなっていう人はですね、あ、おならも最近臭いなっていう方、あ、そうか、おならと関係あんのかなみたいな風に思っていただけると、実際にこういう動画とかでね、学んだ内容と実際のリアルで気づいたこととか、こういう風にリンクしてくるので、そうするとどん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 医学の知識がね、広がっていくと、そういうような話になります。さて、これが悪玉菌ですね。悪玉菌、とりあえずあんま良くねえんだな、悪玉なんだなってのが分かってくれたと思います。さて、その次、なんて言ったかっていうと、はい、これ善玉菌ですね。善玉菌、多きゃ多いほどいいぐらいの感じです。もう本当にね、善玉菌ってめっちゃいいやつらなんですよ。善玉菌って皆さん、どんな菌があるかご存知ですか？絶対に聞いたことがあると思います。CM で。はい、人には人の、はい、乳酸菌でございますね。ありがとうございます。他には、ビフィズス菌でございますね。ビフィズス菌10回言えたらすごいです。ビフィズス菌、ビフィズス菌。はい。善玉菌なのに読みづらいんですね。このビフィズス、あ、負けた。このビフィズス菌とか乳酸菌、お腹の中にたくさんあればあるほど、おなら臭くなくなります。それだけじゃなくてですね、食物繊維、野菜ですね、とか、オリゴ糖とかをですね、餌にしてくれるので、お腹の中でビフィズス菌とか乳酸菌含めた善玉菌がですね、ヨーグルトとか、オリゴ糖とか、食物繊維とか、そういうのを餌にして、お腹の中で増えてくれて、しかも、そいつらが悪玉菌が増えないようにしてくれる。めちゃくちゃすごいんですよ、この善玉菌。医学用語で言いますと、善玉菌はですね、乳酸とか酢酸っていう酸を作ってですね、この悪玉菌が増殖しづらい環境を作ってくれる。一方でこいつらも増えてくれる。まあそういうような感じですね。今の話がですね、ちょっと難しくここに書いてあるので、ちょっと読んでみたいと思います。はい、こういうページですね。腸には3種類の腸内細菌がいるという風に書いてありますね。ほら、可愛く絵も書いてありますよ。善玉菌、悪玉菌、日和見菌ってね、ほら言ってること意外に合ってるでしょ。あ、じゃあ怖いとこ読みましょうか。悪玉菌の一つである大腸菌は、病原性大腸菌 O157 などの病原菌が侵入した際に追い出す役割をしますね。やっぱり O157 含めて、やっぱ悪玉菌って怖いなっていう話ですよ。けれど悪玉菌は増えすぎると体内に有害物質を作り出し、がんや生活習慣病の原因因子となったり、腸内がアルカリ性に傾いて免疫力が落ちて、病気や感染症にかかりやすくなったりします。僕が言ってること結構かぶってますよね。一応医者の常識的なところでここら辺は一緒ですね。善玉菌はその名の通り善良な菌で、有害物質の増殖を抑えたり、ビタミンを合成したり、腸内を酸性に保ったりして免疫機能を高めますという風に書いてありますね。言ってることまあほとんど同じじゃないですか。で、ビタミンを合成したりって書いてあったので、ちょっとビタミンについてもね、補足します。この善玉菌、いい菌って
やつはですね、ビタミンを作ってくれます。で、ビタミンってそもそも何よってイメージ湧きづらいと思うんですけど、皆さん一言ビタミンって何って説明できますか？めっちゃ難しいっすよね。ビタミン超わかりやすく言うとですね、ドクターハッシー流、これ覚えやすいっすよ。はい、ビタミンってのは体にいいものですね。めちゃくちゃわかりやすい覚え方だと思いませんか？ビタミンってめちゃくちゃいろんな種類があるんですよ。例えばですね、口の中に口内炎ができたりとかして、それをすぐに治してくれるのはビタミンだったりするわけですね。例えば皮膚がきっとこう切れちゃったりとかするじゃないですか。切れてそれで修復してくれるのも、はい、ビタミンなんですね。じゃあご飯食べて筋肉タンパク質がこうやってくっつきやすくなるのも、はい、ビタミン。もう全部ビタミン、超偉いじゃんみたいな感じなんですね。そのビタミンを腸内細菌、善玉菌が作ってくれる、嬉しくないっていうことで、本当にそういう話になるわけです。ちなみに善玉菌が作ってくれるビタミンはですね、ビタミン B1、B2、B6、B12、あたりだったかな、ここら辺を作ってくれます。 B ってやつですね、 B 群ってやつです。こいつら皮膚だったり粘膜だったり神経だったり、本当いろんなところで使われる、そういう素晴らしいものですね。まあ要はざっくりもう難しいんで覚えなくていいです。ビタミンは体にいいものです。はい、ということで、ちょっと復習してみましょう。悪玉菌は体に、はい、悪いやつですね。はい、善玉菌は、はい、体にいいやつですね。そして日和菌は忘れても大丈夫。 OK です。素晴らしくわかりやすいですね。これが全部どこにいるかっていうと、はい、これですね、お腹の中にいるよと、この緑のやつですね。この中にいてくれて何をしてくれているかっていうと、はい、食べたものを分解してくれているよと、そういう話になるわけですね。はい、そしてこの善玉菌、何に含まれているのかもちょっと話しておきましょう。善玉菌、ビフィズス菌とか乳酸菌はもう皆さんね、食べたことも飲んだこともあると思います。ヨーグルトだったり、まあそういうのに含まれてるわけですね。オリゴ糖とかってさっき言ったと思うんですけど、そういうのも全部含まれてます。なのでお腹の中で善玉菌増えてくれるので、手っ取り早く言うとヨーグルトしっかり食べましょうねと、なそういう話になるわけですね。最近は脂肪もちょっと少なくなってきてたりとかするので、まあ、あんまり甘くないやつをですね選んで、ちょっとあんま美味しくないけどなみたいな風に思いながらですね、食べていただけるといいかなと思います。そしてヨーグルト以外にどこに含まれているのかで言いますと、はい、納豆なわけなんですね。なので納豆がお腹の調子を整えてくれると言っても過言ではないわけです。かの有名な木村拓哉さんが昔ですけどね、女子高生にこう囲まれてですね、どうしたらそんなにかっこよくなれるんですかっていう質問を受けた時にですね、木村拓哉さんなんて言ったと思います？毎日納豆食べることかなって言ったんですね。皆さんご存知ですか？どうでもいいですね。すいません。さて、あとですね、医者の視点も教えておきます。さっきおならの匂い嗅いでって言いました。お腹の調子が悪くなっていたり、お腹の中で悪玉菌がすごい増えてたりとかするとですね、やっぱりすごく匂いがしますよね。あんま匂いしないな、いい匂いだなってなかなかないかもしれないですけど、好きなあの人のあの香りだったら好きかもしれないですけど、なかなかそういうことないなっていう時にはですね、あ、これはお腹の中にちょっと善玉菌が減ってるかもしれないなと思って、ヨーグルト食べるようにする、納豆食べるようにする、まあそういう話だったわけですが、もう一つ見る視点があります。それは何かと言いますと、はい、もうおならって言ったらあとは便ですよね。便見ましょう。便ってですね、すごいんですよ。本当に便はですね、口ほどに物を言うって、なんかだんだん汚い言葉になって、便はですね、すごく大事なんですよ。例えばですね、便がすごく黒くなってたりとかすると、これ悪玉菌が多かったりするわけなんですね。これさっき酸性とかって話したと思うんですけど、便ってですね、黒くなるんですよ、悪玉菌が多いと。あとやっぱり便も匂いますね。逆に善玉菌が多い時って便の匂いもあんまりしないと思うんですね。これは善玉菌が乳酸とかを作って酸性にしてくれてるって、酸性にしてるから悪玉菌が抑えられてるから、その分やっぱり発酵してガス出してないから臭くないよ、まあそういう流れがあるので、便が臭くないとか、便が黒っぽくない、ちょっとなんか茶色っぽい、気褐色っぽいみたいな、なんかそういう時にはですね、ちょっと安心してもらって、あ、善玉菌多いんだなっていう風に見てもらえると嬉しいです。でですね、これちょっと覚えにくいと思うので、便も見なきゃいけない、おならも嗅がなきゃいけないって、まあここだけちょっと覚えておいてもらえればいいんですけど、ちょっと覚えやすいようにですね、僕の過去のエピソードをお話ししておきます。僕ですね、昔結構田舎の病院で働いてましてですね、でその田舎の病院ではですね、田舎って言うと怒るんでね、あんま言えないですけど、北海道の病院でですね、あるベテラン看護師さんがいたわけですね。そのベテラン看護師さんはですね、まあ本当にこういう話も全部知ってるわけですよ。なのですごく丁寧に仕事してですね、僕のところにですね、毎回ですよ、毎回便見せに来てくれてました。便ってすごく口ほどに物を言いますよ、それだけね覚えておいてもらえれば嬉しいと思います。ベテランの看護師さん、地方の看護師さんほどね、よく見せてくれます。さて今回ですね、今納豆の話めちゃくちゃしましたけれども、納豆、ワーファリンっていうですね、血液サラサラのお薬飲んでる方は NG でお願いします。これ食べちゃうとですね、血液サラサラにする効果が弱まっちゃったりとかするんですね。でそうすると血固まっちゃってっていう話にもなってしまうので、納豆すごくいいんですけど、ワーファリンっていうお薬を飲んでる方はね、食べないようにしてください。ですごいんですよ、
この本っていうか先生ね、もうずっとこれ一冊納豆のことばっか書いてあるみたいな、富士伊豆納豆みたいなね。でもこの本の口コミ見たらですね、納豆好きの方にはいい本かもしれませんと書かれてたりですね、もうちょっと面白いなと思いながらも、いろいろ読ませていただきましたけれども、皆さんもね興味あったらねお手に取ってもらえればと思います。この本にはですね納豆の良さ他にもたくさんいろいろ書かれてるんですけど、人間の体の勉強になる部分をピックしてですね、今回こういう風に医師の視点という形でまとめさせていただきました。なかなかこう日常に活かせる医学の知識って難しかったりするじゃないですか。なんかよく医療系のニュースとか見てたとしても知識がしっかり入ってくるかなっていうよりは断片的な知識になっちゃったり、でこれをですね例えば流れで頭の中にこう入れることができると、あじゃあとかってこう応用が効くようにもなりますし、知識がこうちゃんと繋がってくるようなそういう動画作りをですね目指しております。ちょっとね声がうるさかったりとかなんか激しい動きがっていうのはですねごめん、ね、なんですが楽しく学んでもらえたらなと思って、若い子たちもね見てくれてるということなのでね、少しちょっと動き激しめですが楽しく見てもらえればと思います。ちょっとだけ話長かったんで復習しましょう。スクショタイムに使っていただいても大丈夫です。まず人間おめえ誰だこっちですね、話のメインはね。腸管がありましたね。腸の中に、これなんかすげえこう、便作られる過程でなんかすげえこの緑のブツブツがありました。何あるって言ったんでしたっけ？はい、ありがとうございます。腸内細菌って言ったんですね。腸内細菌層ってこれ読みますね。腸内細菌層、菌がたくさんいるよってね、腸内フローラと言ったりもします。これが何種類いるんでしたっけ？はい、ありがとうございます。1000種類ですね。何兆個？はい、ちょっと自信なくなって見ちゃった。100兆個ですね。すっごいたくさんいるってわけですね。数字は覚えなくて大丈夫です。ニュアンスが大切です。そして菌にもいろんな種類がいました。悪玉菌と善玉菌と日和見菌。日和見ってどういう意味ってね、なんかよく見るよねみたいなね、そんな菌だなって話しましたね。善玉菌、悪玉菌、どっちがいい菌でしたっけ？はい、そんな混乱させること言うんじゃないよって。悪玉菌が悪いやつ、善玉菌がいいやつですね。悪玉菌はお腹の中ですんごい悪さをしていろんな病気の原因になるっていうお話をしました。善玉菌は悪玉菌を抑えてくれるだけじゃなくて、ビタミン、体にいいものを作ってくれるっていう話をしてましたね。とにかく体にいいものなんだなっていう風に覚えておいてくれれば OK です。さて今ワーファリン飲んでる方でね、納豆ダメなのにこんなに納豆の話ばっかしやがってっていう方もいらっしゃると思いますので、納豆以外の話もねこれからしていきたいと思います。で今こういう風にすっげえいろんな話したんですけど、やっぱり健康ってめちゃくちゃいろんな要素が関わってて、めちゃくちゃ確かに難しいじゃないですか。で僕もこれ台本作るのに6時間とか8時間とかかかってるんですよ。なので医者からしてもこれまとめるのってすっげえ難しかったりするんですね。だからこそなんかこういう風にドクターが喋ってるチャンネル他にもあると思うんですけど、いろんなドクターの話聞いて勉強になるなっていう風に思ってもらえたら嬉しいです。でしかも最近は怪しい情報たくさんあるじゃないですか。結構しかも医学健康自体がですね複合的な観点が必要だったりします。体のことだけ勉強すればいいとかじゃなくて、やっぱ心の勉強もしなきゃいけなかったりとかもしますし、じゃあその本を書いてる人がどんな人なのかってさっき話しましたけど、そういうバックグラウンドをね学ぶっていうことも大事ですし、やっぱりいろんなこと考えなきゃいけないし、正しい知識を身につけないと人間の体にはプラスに生かすことはできないという風に思います。たまたまね僕が、医者でもあるし、たまたま医学マニアだったりすることもあるので、もうこの医学マニアよう喋るこの人間からですね、もう何でも吸収していってもらえれば嬉しいなと思います。すごいおこがましいんですけど、チャンネル登録と高評価の方をお願いしたいと思います。そうしていただけるとですね、動画がいろんな方に拡散するようになります。そうすると、あ、健康にならなきゃなとか、時々は健康診断受けなきゃいけないなとか、健康の意識がね高まっていく回数がどんどん広がっていくと、辛いことで悲しむ人が少しでも減るんじゃないかなって、そういう風に思って活動しています。どうぞよろしくお願いします。さて少し声が枯れてきました。2つ目に行きましょう。食べて若さを維持できる食べ物2つ目、ちりめんじゃこ。はい、なかなかねちりめんじゃこを押してる動画ってなかなかないと思うんですけどね。2つ目、ちりめんじゃこいきましょう。ナチ、はい、ちりめんじゃこ、皆さんちりめんじゃこイメージ湧きますよね。ちなみにですね、しらすとの違い皆さんご存知ですか？僕ちょっと調べてみたんですよ。違いはですね、両方ともイワシの稚魚なんですって。稚魚、ちっちゃいやつですね。それをですね、どんだけ乾燥させたかで名前が変わってくるんだそうです。確かね、めっちゃ乾燥させたやつが釜揚げしらすとかって言ったりしてですね、釜揚げちりめんとかって言ったりするのかな。もうなんかちりめんしらす、もうなんか何でもいいやって感じになりました。最後はとりあえずですね、ちりめんじゃことかしらすとかがおすすめだよっていうお話です。でそれもこの本に書いてあったんで、ちょっと読んでみましょう。本にはこういう風に書いてあります。ちりめんじゃこのカルシウム含有率は牛乳の約4倍、骨粗鬆症予防におすすめという風にね、こういう風に書かれております。ちりめんじゃこですね、カルシウムがすごい含まれていて、牛乳の4倍も含まれているよと。あれなんで、おかしいな、ちょっと思いませんか？牛乳ってめちゃくちゃすごいんじゃないのと。なんでちりめんじゃこに4倍も含まれてんの、しらすに4倍も含まれてんの。これですね、こういう風になんでだろうって考えるのって医学で超大事なんで、ちょっとこのお話します。イワシの稚魚なんで、はい、あのイワシの稚魚、こんな感じですかね。僕の魚なんてこんなもんです。結構全力で書きましたけどね。それであいつらすっげーよく見てみると、なんかこんな感じになってんじゃないですか。骨めっちゃあるじゃないですか。
そうかと、あいつらカルシウムの塊じゃねえかと。しかもこれがなんかパックとかで買うと何百匹とかって入ってるじゃないですか。これ何百もあったら確かにカルシウムめっちゃ含まれてそうだななんて思ったりするじゃないですか。っていう風に、あ、なるほど、あ、なるほどって言って、こういう風に知識がつながってくると覚える必要ないんだなみたいな、そういう風に思っていただけると、医学の知識、生物の知識、あ、こういう風に広がっていくんだなみたいな、なんかそういう風につなげて覚えてもらいたいですね。さてカルシウムのところもうちょっと読んでみたいと思います。ちりめんじゃこの栄養で注目したいのはカルシウム。 100g に含まれるカルシウム量は 520mg で牛乳の約4倍になります。めちゃくちゃすごいですね。またカルシウムの吸収をサポートするビタミン D も豊富。ビタミン D も豊富、ほう、これを形成するために必要な栄養素がたくさん含まれているので、骨粗鬆症予防にはとてもおすすめですということで、ビタミン D が入ってるからおすすめだよというふうにも書かれております。さて出てきたよ、またビタミンってっていうことで、さあ皆さん、さっきの知識の復習です。ビタミンはどういうものでしたっけ。一言お願いしますよ。はい、ありがとうございます。体にいいものでしたね。すごいですね。ね、結構応用効きますよね、こうやってね簡単に覚えるっていうのね。ビタミン D はですね、どういう風に体にいいのっていうと、骨に関係して体にいいっていう、そういうものなんですね。まあちょっとこれ後で補足したいと思うんですけれども、まず骨粗鬆症がどうのこうのっていう風に話してましたね。ちょっと骨粗鬆症について勉強していきましょう。はい、骨粗鬆症ってどういう風に書くかっていうとですね、こういう風に書きます。ごめんなさい、舐めてんのかって思うかもしれないですけど、もうめちゃくちゃ難しいんですよ漢字って。なので説明するときはですね、ひらがなで書いてみんなで分かりやすく勉強した方がいいかなと思って、とりあえずひらがなに書きました。分かんなかったらね、今コメント欄に骨粗鬆症って言って漢字書いててくれれば、僕がそれで学ぶことができます。さて、骨粗鬆症ですね。骨粗鬆症ですね。これ分かんない言葉があったら分解するです。これ骨ですね。あ、これひらがなだから勉強しようがね、もう大変だ。要はですね、分かりやすく言うと骨粗鬆症はですね、骨が脆くなっちゃいますよっていう病気ですね。略してですね、略して骨物ですね。骨粗鬆症は骨物だと思ってください。骨が脆くなってしまう、どうしてっていう話なんですけど、これ絵描いて説明しますよ。はい、骨、あ、そうだ、皆さん骨って見たことありますか。これ人間の骨とかぶっとい骨あったら大変ですね。おまわりさん来るかもしれません。我々はですね、あの医学部時代とかですね、まあ医者になってからもそうなんですけど、手術とかするとそうなんですけど、骨結構見ます。この骨意外に持ってみると、あ、軽いんだなと、で持ってみると、あ、意外にちょっと硬いんだなと、なんかそういう風に思ったりするんですけど、あ、でもちょっと力入れると折れちゃいそうだなって、そういう風に思ったりもするんですね。これ骨ってね、なんか独特な触り心地だったりするんですけど、この骨って人間の体の中でどういう風になってるかっていうとですね、ここのところにですね、ある細胞がいてですね、この細胞ちゃんがここをパクパク食べるんですね。え、みたいな、おめえ食べんのみたいな。しかもこういう風に溶かしてる感じで食べるんですよ。すごくないですか。で食べてこうやってボコってなるんですよ。え、やばキモみたいな感じになるじゃないですか。ここのところにボコってなっただけじゃなくて、可愛いこういう細胞が来てですね、これウェイって言って、くっついてですね、ここペチャ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 ってこういう風にくっつくんですよ。すごくないですか。こいつが何やってくれるかっていうと、こうやって戻してくれるんですよ。これをですね、ちょっと医学用語で説明していくと、すいません、ちょっと字汚いんですけど、破骨細胞ですね。破骨細胞っていうのが、この青いやつらでバクバク食べて、要は破るよ骨をって言ってね、ちょっと本当に字汚いね。はい、破骨細胞ですね、骨を破壊してくれます。で、破壊してくれて何してくれるかっていうと、そこのところを一回ちぎって、そしてこいつが骨芽細胞って言ってですね、こいつがくっついてそこのところを修復してくれます。ということで、少し脆くなってきたら削っちゃって新しく作り直しちゃおうって、人間の骨ってこういう仕組みがあるんですね。これをちょっと難しい言葉でリモデリングって言ったりします。そして当然骨はですね、大部分の成分がカルシウムでできています。なのでこのカルシウムの部分をこうやってゴリゴリゴリって削って、横しょってタタタタ、こういう風にやっていくのが人間の体なんですが、例えば更年期とかで女性ホルモンの量が体の中で減ってきたりとかするすると、この骨っていうのが徐々に脆くなってきてしまったり、あとは年齢が上がってくれば上がってくるほどご飯の量も食べれなくなってくるので、それでもやっぱりカルシウムの摂取量も減ってきて、その分骨も脆くなってきますし、そしてさらに難しい話なんですけど、さっき言ったビタミン D が骨に関係してくるよって言ったところもあるんですが、そのビタミン D の摂取量も当然減っちゃうし、ビタミン D が活性化して、活性型ビタミン D っていうものになります。そうすると骨強くなるんですけど、それ必要なんですよ、紫外線が。なので太陽の光浴びないとやっぱりこの骨っていうのは強くなりませんし、もう一気にガーっていっちゃったんですけど、めちゃくちゃ大事なのは何かっていうと、ちりめんじゃこなわけなんですね。カルシウムの摂取量、これ年齢が上がっても食べたらすごくいいよ、そういう話になるわけなんですよ。だから若さを維持できるっていうね、いやまさか知らずに人間が助けられるなんてっていう風に思うかもしれないんですけど、こういう風にですね、人間の体ってうまくできてるわけなんですよ。もっと言うとですよ、生物マニア的にはですね、こいつってどこに泳いでます？
そうなんですよ、これ海で泳いでるじゃないですか。海なんてカルシウムの塊なわけですよ。カルシウムめちゃくちゃ溶けてるわけですよ。こいつらカルシウム飲みながら生きてるわけですよ。そりゃこいつら食ったら俺らだって骨強くなるな。まあそういう感じのイメージも持っといていただけると嬉しいです。そうしたら海の生き物って大体カルシウム多く含まれてるんじゃない、結構間違ってないです。こういう風にですね、応用が効いてくるとね楽しいんですが、僕早口なので倍速で落として聞いていただいてもいいですし、何度も何度も聞いていただいてもいいですし、あの医学の知識ってねいろんなところに落ちてるので、こういう風に考えてんだなっていう風に思ってもらえると嬉しいです。とりあえず今回覚えておいてもらいたいのは、ちりめんじゃこ、しらすがすごく体にいいよっていうことですね。あとはですね、無理なダイエットしてたりとかするとしらすはいいやってなるじゃないですか。そうするとカルシウムの量は、はい、減ってしまいますよね。そうすると骨が、はい、脆くなってしまうというような流れでございます。そしてこの骨粗鬆症ですね、骨もろですね、恐ろしいことに骨が脆くなってきたなって感じる時って絶対ないと思うんですよ。折れた時に初めて気づくのはこの骨粗鬆症です。骨粗鬆症で骨が折れやすい場所っていうのがあります。例えば背骨ですね、圧迫骨折とかっていう言葉を聞いたことがあるかもしれません。背骨ですね。他にも大腿骨、足の骨ですね、太ももの中に入ってる骨です。そして頭骨、上腕骨、腕ですね、ここら辺、まあこういう風にうわードンってついた時に折れたりとかするのもあるので、ここら辺すごく折れやすかったりします。そして恐ろしいことに一箇所折れるとだんだん体を動かすの弱くなってきて筋肉も弱くなってくるので、その分また転びやすくなって折れやすくなって、もうこういうデフレスパイラルみたいなねところがあったりします。そして大腿骨骨折はですね 85% が転倒によるものです。なので皆さん転倒に気をつけましょうっていう話なんですが、僕あんまり難しくなりすぎちゃうので動画の中では数字の話しないんですけど、なんで 85% がとかっていう風に言ったりとかってすると、疫学とか医学統計学とかって言ったりするんですけど、これ何かっていうと、その数字を使ってその数字が何を意味しているのか、どれぐらいどういう風に原因があるのか数字ではっきり分かるようにしましょうね。そういう学問ですね。例えばよくあるめちゃめちゃ骨強くなりますサプリメントあるじゃないですか。なんかよく広告で流れてくるやつでも、実際にめちゃくちゃもうほんとこれ骨強くなりそうみたいな、ブワーってこうやってホームページランディングページにブワーってこうやって画像とか写真とかビフォーアフターとかうらーって書いてあるとするじゃないですか。これすごそうだなって買ってみて、あ確かに高いし、あ買ってよかった、強くなった、あそういえば怪我もしてないしよかったみたいなね、これ100人蓋開けてみたら99人折れてたら意味ないじゃないですか。っていうことで数字って大事だよねっていうのを学ぶのがこの疫学、医学統計学ってやつだったりするわけなんですね。で例えばじゃあワクチンが素晴らしいものなのかとか、そういう話も疫学統計学やっぱり話出てきますし、実はすごく医学の話って難しいんですけど大事なことたくさんあるんですよね。じゃあ証拠はって、これぐらいの人にやってみたらこれぐらいの人が治りました、こういうのをエビデンスって言ったりするんですけど、エビデンスっていうのはもうすごい揃うのが大変なわけですよ。どうでしたか、毎日飲みましたか、どうでしたか、どんな病気を持ってる方に飲ませたんですか、なんとかなんですかとかって、こういう風にいろいろ調査をしなきゃいけなかったりするわけですよ。お金がめちゃくちゃかかるわけなんですよ。だから薬とサプリメント比べてみるとやっぱりどうしてもエビデンスが乏しいなっていうのがサプリメントになっちゃうわけなんですよ。なので一概にサプリメントがダメっていうわけでもないんですけど、医者として信用しやすいのは薬だったり、それはなんでかエビデンスがあるから、まあそういう話になってくるわけですね。ただ当然反対の副作用の部分もありますし、副作用がどういうものなのかっていうのも理解してメリットの方が大きそうだなって時に初めて医者は薬を勧めるというような話ですね。薬は天使なのか悪魔なのか、この本また重版かかりました、ありがとうございます。薬の取説って本出てますね。すげえここで広告挟むんかっつってね、薬の名前も全部書いてあります。めっちゃいい本なので、ぜひ薬ってそもそも何ぞやどういうものなのか、どんな方でも分かりやすいように書いたので、ぜひこれを手に取ってみてください。カルシウムってすごく大事だよって話をしたいんですね。カルシウムはですね、海にめちゃくちゃ含まれるもんだって話しました。海にめちゃめちゃ含まれてるってことは生物にとってめちゃくちゃ大事なものっていうことなんですよ。何に使われてるかっていうと、生理学っていうのを勉強すると分かるんですが、筋肉をギュッとこう収縮させるためにすでに使われていたりとかですね、あとは神経ビリビリビリとこうやって走るためにも、このカルシウムっていうのが使われていたりですね、カルシウムって体の中でめちゃくちゃいろんなところで使われてるわけなんですね。さてこのカルシウム、皆さん別名なんていうかご存知ですか？というよりはなんか広い枠組みの中でこのカルシウムっていうのは、すごい枠組みの中にカルシウムっていうのがあるんですね。このすごい枠組み何か皆さんご存知ですか？はい、それがあの有名なミネラルっていうやつなんですね。カルシウムはミネラルのうちの一つです。なのでちょっとイメージとしてはこれカルシウムです、ミネラルの中にカルシウムがあるんだよという話ですね。他にもカルシウム以外にも例えばリンとか、まあいろんなのがあったりするんですけど、まあそういうのは覚えなくて大丈夫です。とりあえずこれミネラルなんだなと。でさっきのビタミン、ビタミンって何でしたっけ？
はい、体にいいものでしたね。ミネラル、はい、カルシウム、あ、なるほど、筋肉とか骨とか、神経とか頑張るやつだ、なるほど、ミネラルも大事そうだ。ということでミネラルとビタミンと糖質脂質タンパク質合わせて5大栄養素、そういうこと、栄養素ってそういうことみたいな、こういう風に繋がってきてくれると嬉しいですね。糖質脂質タンパク質、体作ってるやつはですね、あとはビタミン、体にいいもの、ミネラル、体にいいものということで、体にいいものを5大栄養素って言ってたんだなみたいな、こういう風に聞くと、あ、覚えやすいなと、覚えなきゃいけないっていうよりはなるほどって納得してくれたみたいな、そういう風に感じてくれると嬉しいですね。やっぱり健康って複合的な観点が大事だったりするじゃないですか。食事に関しても運動に関しても睡眠に関しても生活習慣に関してもメンタルに関しても本当にいろんな複合的な視点が必要だよと、本当にいろんな知識がなきゃいけないんだなって、そういう風に思ってもらえたと思うんですよね。あれを食べたから元気になるとか、これを食べたから体に悪かったって、まあ、そういうのもあるんですけど、そういうのだけじゃないよと、もっともっとこういろんな視点で複合的な視点で見なきゃいけない、これが人間の体の難しさであり面白さなんだなっていう風に、ちょっとこう なんて言うんだろう、喜びをこう共有できたら嬉しいなという風に思います。もうやっぱりね、知識は武器なんでね。でもし今こんなところまで見てくれてる方がいたらですね、相当意識高い系だと思います。もう本当にありがとうございます。もしよければですね、まだチャンネル登録してない方がいたらですね、普段からこういう風に勉強することって大事なので、チャンネル登録しないとですね、普段からもう流れてこなくなっちゃうので、チャンネル登録と高評価、もしいい動画だなと思ったら高評価していただいてですね、普段から目に入った時にこうクリックできる体勢だけは作っておいてもらえたら嬉しいと思います。そして続きまして3つ目いきますよ。これすっげえ面白い話なんで、ちょっと聞いてください。食べて若さを維持する食べ物、3つ目、生姜。はい、3つ目、生姜ですね。イメージ湧きやすいと思うんですけどね、これもまた医学的なね話をして、勉強していきましょう。生姜です。ちょっと書いていきましょう。あ、そう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 、スクショタイムが欲しいって方もいたので、復習がてらね、スクショタイムを設けたいと思います。ちょっと話しますよ。さっきは疲れてあんま書かなかったみたいですね。誰だおめえ怖えなこれ。ちりめんじゃこですね。しらすですねで、カルシウムがたくさん含まれてるよって話したんで、骨粗鬆症ですね。もう略して骨もろでいきましょうと、骨もろでいきましょうという話しましたね。骨がもろくなっちゃうよっていう話でした。で、自覚症状もないので、普段からカルシウムを定期的に摂取してないと折れてから気づくことになっちゃいますよと、そういう話でした。で、腕だったり足だったりいろんなところが折れたりするわけなんですけど、特に折れるのはこの大腿骨の、部分ですね。太もものちょっと付け根のあたりですね。イメージとしては 85% ぐらいは転倒で引き起こされてしまうよという話でした。その 85% とか数字の話をするのは疫学とか医学統計学とか、ここら辺の話です。数字とかデータとか取らないとですね、やっぱり科学じゃないんですね。医学統計学とか疫学とか苦手な学生研修医の方、勉強頑張ってください。そしてカルシウムっていうのは、どういうカテゴリーの中にいるかっていうと、はい、ミネラルですね。リンとかも含まれて、ミネラルってやつですね。で、ビタミンとかミネラルとか糖質とかタンパク質とか脂質とかを全部合わせて、はい、5大栄養素って言ったんですね。さて、そして3つ目の生姜ですね。生姜が体に悪いなんて聞いたことないと思うんですよ。生姜体にいいんですよ。生姜の何の成分がすごいかっていうとですね、生姜に含まれるなんとかっていう辛味成分、これがねめちゃくちゃすごいんですよ。何がすごいって、体に確かにいいんだけど名前がすごいんですよ。ちょっともうね、話したいんだけど、ちょっとこれ楽しみにしててください。この成分 A にしときましょう。この成分 A 絶対一回聞いたら忘れられない名前なので、もうめちゃくちゃ面白いんで。この辛味成分 A はですね、何をしてくれているのかっていうとですね、はい、これいろんな諸説があるんですね。これデータがすごい乏しいので本当かよって感じになります。僕も結構いろいろ調べたんですけど、この辛味成分 A について、これについて思いっきり研究してるデータがあんまなかったりとかしてですね、これだからいいよっていうのはちょっと言いづらかったりします。ただ生姜って体が温まったりするイメージあるじゃないですか。で、おそらくその成分がその体を温めてくれてたりするとこもあるんじゃないかと。あとですね、胃に入った時にこの吐き気とか食欲不振を、こう抑えてくれたりとか、そういう作用もあったりすると言われています。胃腸を優しくしてくれるような牽引作用とかっていう話ですね、してくれたりします。なので昔の人はですね、例えばちょっと胃腸が悪いから胃薬なんてものもなかったので、まあちょっと生姜食べときなと、少しねこうしてこうやってチュチュチュってこういう風にしときなっつって、そしたら、あ、確かにちょっと収まってきたかななんて、それもこの成分のおかげかもしれません。あと他にはですね、解熱の作用だったりとか、咳を止めてくれる作用だったりとかですね、鎮外作用ってやつですね、そういう作用もあるんじゃないかと言われています。まあこれあるんじゃないかと言われていますはですね、ある意味東洋医学の漢方の考え方ですね。症状に対してこれ使ってみたらうまくいったから、おそらくそうじゃないかと。で、西洋医学で成分の名前がこうだっていう風に言ってるだけの話で、だからこの成分がこういう風に効いてこうなんだって1対1じゃないっていうことですね。ちょっとこのボワッとした本当にお前医者かよみたいな感覚が結構この西洋医薬東洋医薬とかってこういろいろあったりとかするんですけど、もっとちゃんとしようと思えばちゃんとできるんですけど、動画的にあんま面白くなくなっちゃうんでね、まあ、そのボワッとした感じがあるっていうのを覚えておいてください。なんかこの男と女の心みたいなもんです。なんかボワッとしてるところが楽しかったりするじゃないですかね。はい、さて男と女の話をしましたが、これは絶対に忘れません。この名前、成分 A の名前、ちょっとホワイトボードに書きたいと思います。はい、ジンゲロールって言うんですね。はい、
さてまあここら辺の知識を持った上で、じゃあ本にはなんて書いてあるんだろうってちょっと読んでみたいと思います。いろんなこの前提の知識をいろいろ話したので、多分ね聞いててなるほどなって思うと思います。冷え性改善や抗アレルギー抗炎症作用もありますということで、あ、なかなか書いてるじゃないかと。ジンゲロールは白血球を活性化して免疫力を強化、風邪やインフルエンザの予防が期待できます。体を温める作用もジンゲロールの効能の一つと。藤田先生がジンゲロールって言ってるところを想像してみてください。ちょっとじわりますよね。血流が促進され冷え性が改善、エネルギー代謝が活発になるので脂肪燃焼効果も期待できますということで、なるほど生姜いいじゃねえかと思っていただければ嬉しいですね。さて、ここまで話してですね、皆さんちょっと恐ろしいことになってきたなと思ってると思うんですよ。動画時間もですねめちゃくちゃ長くなってきちゃったなと思っててですね、ただ恐ろしいですよ。まだ台本が5分の3しか進んでないんですよ。まあその通りですよね。だってということで、ちょっと割愛してですね、もう答えをババッとこう言っちゃって、いやーどうしようかななんて思いながらですね、ちょっとじゃあ駆け足で4つ目5つ目いきましょう。この話結構今までの話の基盤になるので、4つ目5つ目ちょっと話したいと思います。多分疲れてきた頃だと思うんですけど、まだまだ笑いは続きますんでちょっと楽しんでください。ちょっとなんか笑ってくれたら嬉しいんですよ。なんか元気がなかった人が元気になってくれたらすげえ嬉しいなって思いますよ。もうなんか笑ってくれほんとごめん。よし、4つ目いきましょう。4つ目、食べて若さを維持できる食べ物、4つ目、マグロ。急ぐぜ、書いていきましょう。4つ目です、マグロ。さあ皆さん、マグロどこで泳いでますか。あ、泳いでいますかって言ったら海だよな。やっちまった、海で泳いでますよね。さあ奴らに何含まれてる。はい、カルシウム含まれてますね。いいですね、どんどん食べていきましょう。他にもですね、あいつらでかいですか小さいですか。はい、そうなんですよ、でかいですよね。なんででかいんですかね、油ですかね。のんのんのん、やつら筋肉なんですよ。人間は何を食べて筋肉をつけるか。そうです、その通りです。筋肉を食べて筋肉をつけるわけなんですよ。わかりやす、そういうことなんですね。いいですか、世の中は全部食物連鎖というものであります。マグロは大型の肉食魚であります。ちっちゃい魚からちょっと中くらいぐらいの大きさの魚をバクバク食ってくる、そういうすんげえパワーのある魚です。他にも甲殻類、カニとかですね、エビとかですね、他にもイカとかも全部食べちゃいます。そしてそのマグロを誰が食べるか、人間なんですね。食物連鎖ってこういうことですね。ギョギョギョって思いますよね。さてそこでですよ、こういう風に食物連鎖ってなってくわけなんですけど、ってことはマグロが食ってマグロのエネルギーになってるのを人間が食ったら人間めっちゃすごくねって、そういう話なわけですよ。しかもちょっと調べてみました。マグロは世界で200万トン、そのうち日本人がなんと50万トン、4分の1も日本人がマグロを食べている。日本人はマグロが大好きだ、まあそういう話なんですけど、僕もよくマグロ食べます。しかもそのマグロにはバリン、ロイシン、イソルイシン、メチオニンなんていう必須アミノ酸っていうものも含まれているわけであります。なのでですね、必須アミノ酸、まあアミノ酸がそもそもタンパク質バラバラしたものなんですけども、要はですね、めっちゃ筋肉がつくっていうことなんですね。ちょっと書いてみましょう。筋肉がそのままここにくっつくよっていう、なんかそういう絵を描きたかったわけですけど、ほら魚でしょ、マグロでしょ。マグロが筋肉になることは分かったと思うんですけど、さっき骨粗鬆症の話をしたじゃないですか。ちょっと筋肉落ちた状態で歩いてみてください。おじいちゃんおばあちゃんの歩き方に少し近くなってきたと思うんですけど、筋力が弱ければパワーが耐えられなくなるので転びやすくなる。転びやすくなると骨が折れやすくなるよという話になってきます。なのでいかに筋肉ちゃんとつけるかどうか、それ大事です。なので筋肉をつけるためにはきちんと食べることが大事です。ただね、年齢上がってくるとだんだん胃の容量も小さくなってきて、食べれる量も少なくなってきたりとかするんですね。なのでどういう風にしたらいいかな、筋力落としたくないんだよねっていう方にはですね、もうプラスアルファ僕お話ししてます。何かというと、できる限り頑張って歩いたり運動したりするようにしようねと。そうすると、あ、ちょっと動いてきて疲れたからお腹すいたっていう風になりやすい、食欲が上がりやすいという、そういうことなんですね。しかもマグロって美味しいじゃないですか。食べるの我慢しようねって今まで医学の歴史だとそういう風になるんですけど、人生100年時代ですよ。なんで100年あったらですよ、どんなことでもできるじゃないですか。5年単位でいろんなことやってもいいわけで、そういう風に考えるとですよ、なんか好きなものを食べる5年間があってもいいと思いますし、ちゃんと節制する5年間があってもいいと思いますし、人生って自分で作るものですからね。そこでですね、僕すげえ大事だと思うのは、その時に暴飲暴食していいかって言ったらちょっと違うと思うんですよ。やっぱり正しい知識を身につけて、その正しい知識を使ってで自分の生きる選択肢を増やしていく、知識は武器だ、そこだと思うんですよね。知識は武器だっていうのは、誰かをこうツイッターとかに叩きのめすための武器ではなくてですよ、自分が騙されないようにするための武器だったりとか、誰かを助けたり、誰かがプラスになるように、誰かに笑顔になってもらうようにするための武器だったりとか、そういうものだと思うんですよね。なのでみんなでこう笑顔になるような、そういう武器だと思って、みんなでどんどん勉強できたらなというふうに思います。もう今日これがめちゃくちゃ痛かった。でこれから5つ目話します。5つ目話した後にですね、めちゃくちゃ大事なお知らせがあります。絶対最後まで聞いてください。もうあとちょっとなんでね。それではいきます。5つ目、食べて若さを維持する食べ物。5つ目、トマト。はい、5つ目はトマトですね。ちょっと書いていきましょう。ナチシマト。
さあ、トマトの話したいところなんですが、ちょっと時間があまり長すぎんでね、トマト他の動画でもですね、ドクターハッシー食べ物とかで、ね、調べていただけると出てくるので、トマト体にいいの分かると思うので、ぜひ見てみてください。それもまたちょっと長い動画なんですけどね、トマトはですね、ご存知の方もいるかもしれませんが、ビタミン A っていうのが含まれてます。いわゆるベータカロテンっていうのがですね、変わったものですね。このビタミン A、はい、皆さん、ビタミンですよ。ビタミンは、はい、体にいいものっていうことですね。NHK は、みたいな感じですけど、ビタミンは体にいいものっつってね、そういう風に覚えてもらえると嬉しいです。何をやってるかっていうと、抗酸化作用、ちょっと書きたいんですけど、ごめんなさい、ホワイトボードもう全部なくなっちゃった。要はとりあえず体にいいよと、抗酸化作用がありますよと、それは動脈硬化を防止してくれますよと。動脈硬化って血管の中で起きてる炎症なんですけど、それを抑えてくれますよと、それが、抗酸化作用、それがビタミン A の作用。ビタミン A は、はい、トマトにたくさん含まれているよと、そういう話でございます。甘すぎるトマトとかだとね、糖分多めになっちゃうので、血糖値気になる方はね、プチトマトとかそういう感じにしてもらいたいと思うんですけど、いろんな食べ物を少量ずつバランスよく食べる、これがですね、一応医学界で大切だよと言われた食べ方になるので、いろんな食べ物をね、ちょっとここら辺の食べ物を頭の中に入れながら、スーパーで物を選んでいただいたり、ご飯を食べていただいたりしてくれると嬉しいなと思います。そして最後にスーパー大切な話ですね。藤田先生言ってますよ、フォッフォッフォってね。こんなところまで聞いてくれてる方はですね、もうマジで本気で勉強したくて見てくれてる方だと思うんですよ。きったね口調喋り方とかですね、言葉遣いとかもうイライラしながら、だけど勉強になるからと思って見ていただいてると思うんですよね。それでですね、例えば動画だと、なんかこう楽しく学ぶことはできるんだけれども、きちんと学ぶことができないとか、定期的にきちんと学ぶことができないとか、やっぱりいろんなご相談いただくんですね。で、実際に僕もいろいろネットで調べてみたんですけど、やっぱり定期的に学ぶっていうのはすごい難しいし、ドクターがこういう情報発信きちんと丁寧にやってるってところも珍しいし、何よりやっぱり知識が断片的になっちゃうじゃないですか。そこでですね、ずーっと健康で幸せな毎日を送るためのサークルっていうものを作りました。それがヘルスケアアカデミーというやつです。ヘルスケアアカデミーではですね、毎週定期的に現役のドクターによるセミナーが行われています。それもオンラインで受けることができます。時々オフラインで直接会ってお話しするような機会も作っています。なので、送られてくるものをクリックするだけで、毎週定期的に医学の勉強ができる、そういうサークルです。それだけではありません。毎月定期的にイベントがあります。イベント直接参加してもいいですし、しなくてもいいですし、しなくてもいいってことはないか。してくれたら嬉しいんですけど、しなくても大丈夫です。あとアーカイブとかって言って、後から見ることもできますし、それで勉強することもできますし、とにかく定期的にきちんと正しい知識を学ぶためのサークルっていうものを作りました。これですね、僕人生かけて作ってるのでマジでおすすめです。結構いろんな楽しい話したと思うんですけど、まあ若い子が見てくれてるっていうところだったりとか、まああと元気出してほしいなっていうところでこういう風にいろいろ喋って作ってるんですけど、ヘルスケアアカデミーは僕だけじゃなくて、いろんなドクターたちですね、医学教育マニアの先生たち、総合診療の先生、まあ僕の内科は総合診療ですけど、総合診療の先生、眼科の先生、精神科の先生、循環器の先生、専門医の先生、本当にいろんな先生たちにですね、毎週定期的にいろんなセミナーをやってもらってですね、僕もすっごいいろんな学ぶことがあります。僕でさえ学ぶことがたくさんあります。定期的に勉強できるサークルです。これありそうでずっとなかったんですよ。日本、世界にもないです。多分僕が初ですね。で、よく病院に行ったらそういうのやってたりとかするけど、行くの大変だったりとかするじゃないですか。全部スマホだけで大丈夫です。興味のある方はですね、下のコメント欄のところにですね、一番上に僕のコメントがあります。で、そこにですね、あるリンク、ヘルスケアアカデミーのリンクが貼ってありますので、そこをポチッと押していただくとですね、ヘルスケアアカデミーのページが出てきます。ちょっとスマホ使って説明します。動画を見ていただいていると思うんですけれども、この動画の今動画開いてみていただいていると思うんですが、この動画のこの下のところにこのコメントっていうところありますね。で、このコメントっていうところをこうタップするとですね、一番上に僕のコメントが出てきます。で、このコメントのところにヘルスケアアカデミーって書いてあるところがありますので、そこのリンクをポチッと押していただくと、こういう風にちょっとカラフルなね、ちょっとカラーな、ずっと健康で幸せな毎日を過ごすためのサークルってヘルスケアアカデミーっていうのが出てきます。で、これどういうサービスなのかなっていうのは、この下のところにですね、こうやっていろいろ書いてあったりとかするので、これを見ていただいて、申し込みっていうところがあるので、この申し込みってところを押していただくと申し込むことができます。で、他にもですね、入っているだけで LINE を使っている方でありましたら、毎週定期的にですね、健康情報、正しい健康について学ぶ知識がですね、毎週流れてくるので、それクリックするだけで毎週勉強もできます。確認テストもあるかな。そしてですね、先ほど話した毎週定期的なセミナーも受けることができます。もう本当にすっごい定期的にきちんと正しい知識を学べる、これね、マジでありそうでなかったサービスで、僕全力で、しかもこれからさらにサービス拡充させてやっていくので、ぜひこれ申し込んで、もう騙されたと思って入ってほしいです。で、今日の動画ここまで見てくれた方は絶対にヘルスケアアカデミー喜んでくれるので、僕全力で命かけて作ってるので、絶対にこれおすすめです。さて、今日の動画いかがでしたでしょうか。それではですね、普段 YouTube ライブとかをやるときに話している名言で終わりにしたいと思います。ちょっと名言ね、書きたいと思います。知識は選択肢、自分の思い通りの人生へ
という言葉です。知識はやっぱりですね、あこういう風にしよう、あこれ知ってるし、あこういう風にしよう、あれ知ってるしみたいな形ですね。知識ってやっぱり選択肢になりますよね。でその選択肢があるからこそ自分の思い通りの人生になっていくよと。これですね、僕の昔師匠がですね、なんかこれに近いことを言ってて僕がかっこよくまとめたっていう感じです。皆さんにはですね、知識やっぱりどんどん身につけてほしいので、ヘルスケアアカデミー入ってもらいたいと思います。で解約しようと思えばいつでもできますし、絶対損させないんで、もう医学の知識、人間の体の知識ってなんかもう一生使うんですよ。周り見渡したらもう人間しかいないじゃないですか。だから使わないことなんか絶対ないんですよ。何より自分も人間だし、ということで逆に知識がなくて損することはあると思います。なので早い段階でもし入る余裕があるのであれば入っていただいて、しっかり正しい知識を身につけてもらいたいなと思います。将来と自分への投資ですね。他にもドクターハッシーって言って動画で勉強していただいてもいいですし、文字が好きだよ、本が好きだよっていう方はですね、ドクターハッシー不調の見方とか、ドクターハッシー流数元気マックスになれる60種の科学的法則とか、薬の取説とかですね、本で勉強していただいても OK です。これからも関わる人が元気になるような、そんな活動を続けていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。以上ドクターハッシーでした。ありがとうございます。いやー本当に長い動画見てくださってありがとうございます。他にも検索のところでドクターハッシーって検索していただいてですね、他の動画を見てみてくれたら嬉しいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあねー、バイバイ、ありがとう。